え、今日はそうですね、あのペガサスもなんですけど、飯田花子さんと北村咲子さんのこの2人のユニットが、あの北村さんとはまだ今回初めてなんですけど、飯田さんとは私1回この共演したことがあって、その時にあの虹川アブ子の秘儀っていうタイトルの紙芝居と、あと実は風俗嬢がお父さんでしたっていう素敵なあのハートフルなものを見させてもらって、でなんかそれでね、あの香取さんに私もポップになりたいですって、ポップになりたいんですって言って、そしたらあの香取さんが、まあ、アイドルとかポップなんだよって、じゃ あ, あの別にアイドルユニットやることはいいよ、でもなんかそういう詩書けるかねって二人で話してたんですよ。それで私は頑張って書いて、香取さんもそれを見て頑張って曲をつけてくれて、幽玄パビロンズとは別でのぼこファクトリーというユニットを作ったんですね。アイドル、アイドルといえば松浦あやですけども、私はあややに憧れて歌詞を書いたんですが、あややもおややというようなそんな歌に仕上がってしまいました。今日はあの飯田さんと北村さんに聴いてもらいたくて選びました。呪いの歌です。エロスガネマの王子様という歌を聴いてください。胸に剣を帯びたその沼に感じがしたんですが、気のせいだった。